今日は北海道を中心とした北日本で傘の出番となる見通しです。天気図を見ていきますと、北から伸びる寒冷前線、これが北海道を通過していくような予想となっております。この寒冷前線の周辺では雨雲が発達しやすいという状況になりますので、今日は広い範囲で雨となる見通しです。この雨のタイミングを確認していきます。この後日本海側で降り出した雨や雪ですけれども、徐々に東へと広がっていく見通しです。前線の活動が比較的活発な日本海側では、一時的に雷を伴ったり強く降るといったところもあります。そして午後にかけては北海道の道東、そして東北の北部などに雨や雪の範囲が移っていくと見ております。雨や雪の降る時間としては短いんですけれども、一時的にざっと強まるようなこともありますので、傘は必須ということが言えそうです。各地のアイコンで確認していきます。今日は晴れ時々雨というアイコン、北海道ですとか東北北部に出ております。雨が降った後は急速に天気が回復に向かいまして、日差しが届くといった風に見ております。ただ日差しが届いても冷たい空気が流れ込むため、札幌で9度、旭川で10度など、昨日よりも最高気温は大幅に低くなる予想です。さらに夕方から夜にかけては気温がより下がることに加えまして、冷たい風も吹きますので、体感温度は下がってくると見ております。雨の後は寒さに要注意となっていきそうです。詳しい天気や気温に関してはウェザーニュースアプリで最新の情報をご確認ください。